徳島外環状道路は徳島県徳島市付近を一巡する地域高規格道路。徳島環状線とも言われる。工事が進む徳島外環状道路2006年12月撮影東西南北の4区間に分割されている。徳島南環状道路は国道192号バイパス。その他は徳島県道29号徳島環状線となっている。 徳島北環状道路と徳島東環状道路の阿波白鷺大橋以北の区間は平面道路で、それ以外の区間は立体交差を持つ道路として計画されている。徳島市川内町と板野郡藍住町を結ぶ。徳島環状道路のうち唯一全線が完成、共用されている。沿線には富士グラ北島、夢タウン、徳島などの郊外ショッピングセンターや、 ロードサイド店舗が数多く進出し、吉野川北岸の商業拠点となっている。徳島市東部を南北に結ぶ。吉野川には、橋町1291メートルの淡白鷺大橋を架橋する。国道11号吉野川バイパスの徳島市、川内町から東進し、南下、吉野川の新橋阿淡白鷺大橋、末広道路、徳島市、新居浜本町からは、 精神、国道55号徳島南、バイパス、徳島市八幡町大野に至る。起点で徳島北環状道路に、終点で徳島南環状道路に接続する。東環状線とも言われる。2012年4月25日に一部区間で、徳島県道120号徳島小松島線を利用して、全線が暫定的に接続した。 歴史徳島市の西部と南部を結ぶ路線である。徳島市国府町観音寺の国道192号から、悪意井川国道438号、徳島県文化の森総合公園などを経由し、徳島市八万町、大野の国道55号に至る。起点で徳島西環状道路に、終点で徳島東環状道路に接続する。延長約9 5トル。 混雑の激しい徳島市中心部を通過せずに、県南と県西が移動できるようになる。速道の一部が強用されており国土交通省四国、地方整備局の平成17年度事業、発表資料によれば、全線供用は2012年春を目標としていたが、遅れている。南環状線とも言われる。2015年2月28日に、上八万 IC ホッケ IC 間が開通した。 外洋国道55号交差点付近、歴史インターチェンジなど、主なトンネル、徳島市の西部と板野郡藍住町を結ぶ路線である。徳島市国府町観音寺の国道192号から、北進市、徳島県道30号徳島鴨島線を経由し、吉野川を越えて、徳島自動車道藍住インターチェンジ付近に至る。 国道192号から県道30号の間は、速道が強用されているが、それ以外の区間は建設中、または計画中である。吉野川第十0席が稼働化された場合、徳島県は、国道11号、国道55号、国道192号、国道438号などがすべて、徳島市中心部に集まり、県北部鳴門市方面、県南部阿南市方面、 県西部三好市方面のどこの方面からどこの方面へ向かうにも一般道の主要道路は徳島市を通過する道路形状である。このため徳島市内は長年激しい渋滞が発生し中心部では四国最大の交通量を記録しており自動車の排気ガスの二酸化窒素などによる大気汚染も問題となってきた。徳島環状道路はこれを緩和する効果がある。 ありがとうございます。